定形定形は、中国成長後期の天国家、諸家、詩人である。中国天国の二大流派の一つである西人派の、祖となる。ジオ、ケイミ、ゴーはドンテイ、スズリバヤシ、スズリウ、ガンチャウ、リュウオウガイシなど、石膏戦闘の人。家は貧しく、酒屋を制御とした。若いうちから書籍を好み収集する。 深く干渉し諸賀の鑑別家として著名となった。広く学問を収容して、白学大取歯科に推薦されたがこれを辞退。生涯、士管することなく、不意として過ごした。何心が起こした新安医運派は装飾性の追求に、明け暮れ、すでに本源を失い停滞して、勢いがなかった。石膏は保田派の林さつきの影響下であったが、同じく衰退しつつあった。 テーは、何深夜、主観に影響を受けるも、各方面の長所を取り入れ、天国芸術のバイブルとなっていた、我岡博士、学古編に必ずしも従わず、自らの研究した、金石学ぶを法とした。正規に満ちた天国を復活し、停滞感を打破した。この主張は、奇跡草の論印紙に寄せられた彼の一種に要約されている。またその功績は、王慶祝の、 俗印人捨てに詳しい。定形を継いだ、う治む、正一氏、慶岡と合わせて西四、家と称され、さらに後の、新予償、陳公樹、長の、千末と加えて西、夜化と称する。西医者が出版した西四谷印譜に、定形の印が集められている。なお、この印譜は、何もとすず、南樹不死の拓本が元となっている。 ありがとうございます。